はい、どうも、銀杏と申します。今回は、探偵神宮寺三郎 DS 出張版謎の事件簿1、三郎と不思議なホテルというのがいきなり出てきました、ここに。ここね、前まで5個しか出てなかったんですけど、ここ全部やったら、ここが新たにピヨッと出てきました。では、早速始めていきましょう。ふもーふもふも 街中で一人で言ってんの、これ。わしの名は、熊野三蔵。新宿湯通橋にその日ありと言われた名警部じゃ。なんか今までほら、俺の名は神宮寺三郎って言ってたから、思わずそっちを言おうとしちゃった。 先ほどもわしの名推理で事件を解決し、今は署に戻るところでの。あの男は怪しすぎる。確か連続窃盗犯として全国に指名せ、手配されている北野光一ではないか？奴は逃げ足の早い男だと聞くな。焦って見失うわけにはいかんし、少し後をつけてみるかの。その頃、三好は、勝手に文字送りされた。なんかね、ボタンの調子が悪いらしい、この古の記憶自体が。今日は疲れたわ。私の名は三好志保。新宿淀橋の鑑識課に所属する鑑識官。今、現場での鑑識を終え、署に戻るところです。あれは、熊野さん？ こそこそ何しているのかしら。そうよ。これはあの男を尾行しているのね。面白そうだし、私も後を追いましょう。ちょうど作ったばかりのこれを試すチャンスだしね。その頃、陽子は、ふん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 。今日の陽子様は美味しいものを食べてご機嫌なのよ。屋台船の高級海鮮寿司。とろけるような魚に程よい食感のご飯。どれをとってもあんなに美味しいものは他にないわ。屋形船って天ぷらがいっぱい出てくるイメージがあるよ。あら、挨拶が遅れました。私の名前は御園陽子。新宿歌舞伎町に事務所を構える神宮寺三郎という探偵の助手をしています。あふれる知性と教養、類まれなる行動力と推理力、そして誰もが羨む美貌を持つもの。それがこの私、御園陽子よ。さて、先生に見つかる前に事務所に戻らないと。れは、熊野さん？ ちょっと待って、後ろ何？ それと、三好さんよね。熊野さんの尾行かしら。面白そうだし、私も行きましょう。その頃、神宮寺は、やれやれ、これなんかテキスト勝手に送られるシステムなのかな？これ。今日の事件は厄介だったな。俺の名は神宮寺三郎。新宿歌舞伎町に事務所を構える探偵だ。とある事件の張り込みを終え、事務所へ戻るところだ。平たく言うと浮気調査なのだが、学校が近くにあったせいか子供が集まってきて大変だった。さすがに身分を明かすようなバカな真似はしないが。ん？ところでみんな誰と喋ってんだろうね。 あれは、熊さんか。いや、それよりも気になるのが、陽子くんと三好は何をやっているんだ？尾行か？尾行なのか？いや、それにしてもあの格好じゃバレバレだろう。二人とも真剣な様子だしな。俺も後をつけてみよう。
尾行の尾行の尾行の尾行か。一体どこに向かっておるんじゃ？尾行始めてからもう随分経つしの。む。電話じゃな。少し近づいて話を聞いてみることにしよう。ああ。取引は大丈夫さ。必ずうまくいく。その間に次の獲物を探しておいてくれ。ああ、頼むぞ。ふむ。どうやら仲間がいるみたいじゃの。それに取引が。あの大事そうに抱えているものを。あれが取引の物なのかの。もう少し様子を見んと何とも言えん。む。隠れてるみんな。おかしいの。確かに背後に気配を感じたんじゃが。やっぱり気のせいかの。しかし、やっぱり誰かの気配がするの。ふむ。む、あ、気づかれた。三人揃って何をやっているんじゃ。見つかっちゃいましたか。三好さんの格好は逆に目立ちますよ。この服は自信作だったんですけど、服なんだこれ。陽子くんもまだまだだな。頭も手足もはみ出ていたからな。そうでした？神宮寺くんもバッチリ頭が出ていたぞ。なんだと？まあそれはいいとして、せっかく追ってきた手配犯を見失ってしまったようじゃ。熊野さん、安心してください。さっきの男ならすぐそこのホテルに入っていきましたよ。よし、後を追うぞ。ああ、クマさん、頑張ってくれ。何を言っておるんじゃ。ここまでついてきたんだから、当然手伝ってもらうぞ。手配犯を捕まえに行くのか？うむ。だが、この後に取引があるようなのでの。取引相手も一緒に捕らえようと思っておるんじゃ。そうか。それならすぐにホテルへ向かおう。一度こういうホテルに泊まってみたかったんですよね。陽子くん、遊びじゃないんだぞ。まずはフロントで手配犯の部屋を聞いてみよう。よし、わしが聞こう。すまんが、警察のものじゃ、ものの感じが違うと思う。はい、どういったご用件でしょうか。北野光一という男を追っているんじゃが、このホテルに入ったようなんじゃ。泊まっている部屋を調べてもらえんか。少々お待ちいただけますか。すぐに調べますので。どうかの。そういった方は泊まっていらっしゃらないようです。偽名を使っているのかもしれないな。俺たちが来る少し前にこのホテルに来た男で、特徴は、ゴキブリです。なんでゴキブリなんだ。陽子くん、確かに全身真っ黒な男だったが、その方でしたら707号室ですね。今ので分かったのか？ええ、私もゴキブリと勘違いして悲鳴を上げてしまいましたから。そんなわけはないじゃろう。まあいい。その707号室の近くで空いてる部屋はないかの。張り込みをするのに使いたいんじゃ。かしこまりました。7階で空いてる部屋は701と702号室ですね。他の部屋はあいにく予約が入っておりますので、
707号室の張り込みに使うのでしたら、702号室の方が近くですので、そちらがよろしいと思います。ただ、どちらの部屋も直接707号室の前を見ることはできないのですが、1階から行き来する人を確認することができる位置にあります。ふむ、予約を取っている人物はもう部屋にいるのか？いえ、まだ誰もおりません。7階には全部で7つの客室がご用意してあるのですが、そのうちの3部屋がご予約をお受けした部屋です。ふむ、非常階段はあるか？そちらは常時鍵がかかっております。ですが、内側から鍵がなくても開けることができるようになっております。それならそっちも張り込みをした方がいいの。一点だけ注意していただきたいことがあります。客室は全室オートロックになっておりますので、外出の際は必ず鍵をお持ちください。ああ、わかったよ。よし、神宮寺くん、ここは二手に分かれよう。そうだな。4人いることですし、2人ずつですね。張り込む場所は702号室と非常階段の2箇所だな。先生は誰と張り込むんですか？そうだな。誰とパートナーを組む？ちょっと待って、陽子の顔はどうしたんだこれ。陽子、熊さん、三好。じゃあ、今回は陽子にします。陽子くんに頼もうか。パートナーは陽子にする？はい。陽子くん、頼むよ。ええ、任せてください。すると、わしと三好じゃな？不安でしかない。わしらは非常階段を張ろう。神宮寺くんと陽子くんは702号室を張ってくれ。ああ、わかった。任せてください。互いに連絡を取る手段を何か用意しておいた方がいいな。それなら私の携帯の番号を教えますから、これにかけてください。ああ、わかった。よし、702号室に行こう。青い。ふむ、なかなかいい部屋だな。そうですね。あのベッド、寝心地良さそうですね。おい、陽子くん、まさか寝る気じゃないだろうな。まったく、何言ってるんですか？張り込みだっていうのに、私一人が寝るだなんて。まったく、先生ったら。冗談にしても、ひどいですよ。この私が、寝るだなんて、そんなことを、やっぱりね。陽子くん？陽子くんがベッドに寝ているように見えるのは俺の気のせいか？グーグー。スーピー。ふう、まさか本当に寝るとはな。いや、いいさ。張り込みなら慣れている。俺一人でも張り込みをやってやるさ。1時、13時ね。思わず意気込んで1時って言っちゃった。今の時間は、13時ちょうどだな。誰か来たようだ。黒いドレスを着た女性だ。腕には高価そうなパールのブレスレットをしている。13時20分。ん？もう戻ってきたのか？まだ20分しか経っていないのだが、
これはもう取引をした後なのではないか。俺はまだここを動くわけにはいかんしな。ヨコ君に尾行を頼もうか。ヨコ君、起きてくれ。むにゃむにゃ、もう食べられませんよ。仕方ない。起きないでヨコ君の笹団子は俺が食べてしまうぞ。どこ？どこですか？私の笹団子は。やっぱり食べ物のことならすぐに起きるんだな。ヨコ君、すまないが急いで黒いドレスの女性を追ってくれ。メスのゴキブリまでいたんですか？いや、ゴキブリではないんだが、手配犯の部屋の方に行って20分ほどで戻ってきたんだ。怪しいと思わないか？確かに取引してくれたと考えればいい時間ですね。わかりました。急いで後を追います。頼んだぞ、ヨコ君。さて、張り込みを続けよう。13時30分。む、今度は別な人物だな。先ほどの女性とは対照的に落ち着いた感じの女性だ。今の女性が取引相手の可能性も。いや、そんなことを言ったらキリがないか。13時50分。そろそろ張り込みを始めて1時間か。交代をしようにも、ヨコ君がまだ戻ってこないからな。もう一頑張りしよう。14時。む。2番目に来た女性か。外に出ていくようだな。ん？また別な人物だな。今度は若い男性か。ふむ。これで3つの部屋の予約を取っていた人物の顔が分かったわけだが、この中に取引相手がいるのか、それとも全く別な人物なのか。まだ張り込みを続ける必要があるな。14時20分。また誰か来たな。2番目の女性が戻ってきたな。しまった。この女性に尾行をつけるのを忘れていたな。しかしすぐに戻ってきたことだし、尾行をつける必要はなかったのかな。先ほどの男性だ。どこかへ出かけるようだ。三好に連絡をしてみるか。ああ、三好か。今部屋から下に向かった男がいるんだが。ああ、その通りだ。尾行を頼むぞ。これで大丈夫だな。14時30分。また誰か来たようだな。はじめの女性が戻ってきた。出てからは1時間程度か。ということは、ヨコ君ももう戻ってくるだろうな。ただいま戻りました。おかえり、ヨコ君。何か変わったことはあったか？いえ、普通にショッピングをしていただけでしたね。ショッピングか。ただ人が多くて幾度か見失っちゃったんですけどね。おいおい。でも3分ほど見失ったのが8回あっただけですよ。特に問題はないですよ。うむ、そんなに見失ったんだ。ヨコ君に尾行はさせない方がいいかもしれないな。以後、気をつけよう。
私は尾行で疲れたのでもう一休みしてますね。先生は張り込みお願いしますよ。また寝るんだ。おい、陽子くん。もう寝てしまっているか。仕方ない。もう少し張り込みを続けよう。さて、14時50分。男が戻ってきたようだな。ふむ。それにしても、手配犯は全く部屋から出てこないな。やはり取引はすでに終わっているのだろうか。だとすると、あの3人の中に取引相手が。ん？電話か。神宮寺だ。三好か。尾行はどうだった？ふむ、なるほど。わかった、ありがとう。どうしたんですか？三好に尾行を頼んだんだが、特に変わったところはなかったそうだ。コンビニで立ち読みしてそのまま帰ってきただけらしい。なるほど。キャー！この悲鳴は。先生、声はあっちの部屋からです。待つんだ、陽子くん。ここは手配犯の部屋じゃないか。あなたは他人の部屋で何をやっているわけ？だからさっきから言ってんだろ。俺はこの部屋の男から受け取るものがあって探してるだけだっての。そんな嘘が通じると思って？ったく、おばはんうるさいよ。ま、私に向かっておばさんだなんて。先生、とにかく中に入ってみましょう。うむ。人を見かけだけで判断すんじゃねっつんだよ。すごい散らかってる部屋。確かに見かけも犯罪者顔だけど、あなたの行動自体怪しいでしょ。すまないが、一体何があったんだ？なんだあんた。あなたたちもこの男の仲間ですわね。隣のあなたも随分不憫な顔ですしね。不憫な顔。あんた喧嘩売ってんの？陽子くん、押さえてくれ。俺は探偵の神宮寺三郎だ。私は助手の三佐野陽子です。すまないが、何があったのか教えてくれ。あんた探偵だったのか。俺は遠山勝也っつうもんよ。私の名は金本里奈ですわ。神宮寺三郎の名聞いたことありますわね。新宿歌舞伎町の神宮寺三郎といえばかなりの有名人ですわ。でも女子がいたっていうのは初耳ですわ。まあそんな顔ですし、噂になるわけもありませんわね。陽子にすごい喧嘩打ってきてる。あんたも人のことどうこう言える顔してないでしょ。まったく失礼な方ですわ。頼むから話を進めさせてくれ。あらあら、これは一体何の集まりの方なのでしょう。私は北野さんに用事があって来たのですが。あなたは？あらあら、だから赤いフォントが怖いんだよ。すみません、名乗るのが遅れてしまいましたわ。私、細川かなという名前ですの。北野さんに本を売っていただく約束をしていて参上した次第ですわ。おいおい、いきなり出てきて寝言ほざいてんじゃねえってんだよ。あの本は俺が売ってもらう約束してんだぜ。なんでてめえみたいなのに売るなんて話になってるわけよ。待ちなさいよ。あの本は私のものですわ。
あなたたちみたいなどこの馬の骨ともわからない輩が、おいそれと手に入れて良い本ではなくてよ。あらあら、私の骨は馬などではありませんわ。その本というのは、全員が来たのから売ってもらう予定だったのか？はい、私はそうですよ。ふむ、取引というのは本の取引のことだったのか。私もそうよ。今日の15時30分に会う約束をしていましたのよ。俺もそうだぜ。15時に会う約束だったからな。んで、部屋に来ると来たのがおっちんでるから本がないか探していたってわけよ。そこをその女が見ていやがって勘違いされたってわけよ。ちょっと待て、そう、どこで死んでんのさ。来たのは死んでいるのか。そこのクローゼットの中見てみ。あら、大変。なんてことだ。あらあら、いいざまですわ。自殺でしょうか。いや、調べてみないと何とも言えない。横くん、二人を呼んできてくれ。はい。さて、それじゃあ少し話を聞くとしよう。売ってもらう約束をしていたという本のことなんだが、具体的に何の？先生、連れてきましたよ。早いな、陽子くん。そりゃあすぐそこですしね。それで追っていた男なんだが、見ての通りだ。自殺したのかの。まったく熊野さんは寝ぼけてますね。まあさっきまで階段で寝ていたんだからしょうがないけど寝てたんだ。首元を見てください。通常首吊りでは上からロープを吊るすわけですから、顎の下あたりにロープが食い込むはずなんです。でもこの遺体は首のちょうど真ん中に水平に跡がついているでしょう。これは首を絞められてできた傷なんですよ。すまん、うっかりしておったよ。ああ、そして犯人はこの3人のうちの誰かということになる。びっくりびっくりびっくり。おいおい、待ってくれよ。なんで俺たちが犯人扱いされなきゃいけないってんだよ。そうですわ。私たちは確かにあの方と面識がありましたが、別な人物の可能性だってあるわけでしょ。いや、その可能性はない。俺たちは北野を追って近くで張り込みをしていた。北野の部屋の前を見張っていたわけではないが、この階に来た人物はあなたたち以外にはいないんだ。そういうことだったのですね。それならば犯人は決まっていますわ。そこの遠山という男ですわよ。東山なのかな、もう遠山でいいや。これだけ部屋を荒らしていたんですもの、絶対に犯人ですわ。その点はしっかりと調査をしてみないことには何とも言えない。すまないが、我々が調査している間、3人には702号室で待機していてもらえないか。仕方ありませんわね。ま、早く本を探し出してくれよ。はい、わかりました。クマさん、702号室に3人を案内してくれ。これフォントの色違くない？神宮寺水色だよね。うむ、任せておけ。よし、行くぞ、陽子くん。はい、調査開始ですね。と、その前に7階の見取り図を用意しておきました。お、できるね、今回の陽子くんは。助かるよ、陽子くん。それともう一つ、推理を始める前にはタイムラインを作っておいた方がいいですよ。
確かにそうだな。あの3人の証言を聞いてからでも作ることにしよう。よし、調査開始だ。どうする？いろいろ選べるが、先にタイムラインを作ります。タイムラインを作り始めようか。タイムラインを制作しますか？すぐに始める。早速整理してみよう。ここは被害者の張り込みをしていた時間だけ分かれば問題ないな。13時15時までの間ってことですね。まずは遠山さんの行動を考えてみましょうか。うむ。まず遠山さんがホテルに到着したのは、遠山がホテルに着いた時間は14時何分？0分。14時だな。間違いないですね。そして遠山さんは14時20分に部屋を出てコンビニへ行った。次に遠山さんが部屋へと戻ってきた時間は、遠山がホテルに戻った時間は14時何分？50分。14時50分だな。間違いないですね。遠山さんはその後15時までずっと部屋にいた。遠山さんの行動はこれで間違いないな。次は細川さんの行動ですね。うむ。細川さんは13時30分にホテルに到着した。その後フロントに手紙を出すために訪れている。そうなのか。その時部屋を出た時間は、細川が部屋を出た時間は14時何分？0分。14時0分だな。そうですね。細川さんはその後14時20分に部屋に戻り、30分ごろ被害者の部屋を訪れたが入れなかったそうだ。それから細川さんが7階から移動した様子はなかった。細川さんの行動はこれで間違いないな。最後は金本さんの行動ですね。うむ。金本さんは13時ごろにホテルに到着し、13時20分に部屋を出ている。その後電話をした時間は、電話をしてたのか。こっちを後にすればよかったね。金本さんが電話をした時間は13時何分？30分。13時30分だな。そうですね。そして金本さんが部屋に戻ってきた時間は、金本にしよう。金本が部屋に戻ってきた時間は14時何分？30分。14時30分だな。そうですね。金本さんはその後15時までずっと部屋にいた。金本さんの行動はこれで間違いないな。これで全ての人の行動が分かりましたね。ああ、それに被害者が死亡した時間も少し絞り込めた。13時30分から15時までの間だ。先生、もう一つあることを考えればさらに時間を絞り込めますよ。ふむ。どうする？じゃあ調べます。移動か、ごめん、移動します。どこ行こうか。現場に行きます。被害者の部屋へ向かおう。神宮寺さんと陽子さん、二人でお散歩ですか？そんなわけないよね。
いや、現場を調べに来たんだが。私の邪魔はしないでくださいね。ああ、気をつけるよ。さて、どうするか。どうする？調べる。どこを調べようか。どこを調べる？じゃあ順番に見ていきます。窓。部屋の窓は開閉不可能のタイプだな。さすがに7階ともなると何かと危険が伴うのだろう。どこを調べる？クローゼット。どこを調べる？遺体。遺体の外傷は首にあるロープの跡だけのようだ。他に目立った外傷は見られない。神宮寺さん、遺体の状況なら私に聞いてください。現場を荒らされると困るんですよ。む、すまん。どこを調べる？首元。遺体の首にはロープの跡がくっきりと残っている。神宮寺さん、さっきの話聞いてなかったんですか？すまん。現場のことは三好に聞くんだったな。どこを調べる？じゃあ戻って、ベッドを調べます。ベッドの上には物が散乱している。遠山さんが荒らしたからだな。しかし本を探すのに随分荒らしたようだな。どこを調べる？テーブル。テーブルの引き出しはすべて開け放たれている。中は空っぽだな。どこを調べる？床。どこを調べる？携帯電話。被害者の携帯電話だ。ガラケーだね。特に動作に問題はなく通話も可能なようだ。どこを調べる？木箱。この木箱は見たことがあるな。確か尾行していた際に被害者が持っていたものだ。中は空っぽか。一体何が入っていたのだろうか。順当に考えると本だよね。そのみんなが欲しがってる。どこを調べる？戻って、戻って、話す。誰と話す？三好。何を話す？被害者のこと。被害者のことを教えてくれ。被害者は北野光一。都内での窃盗容疑にて指名手配されていました。遺体には頸部のロープ跡以外特に外傷は見られません。死亡推定時刻は13時から14時頃ですね。遺体の発見が早かったのになぜそれだけ死亡推定時刻に幅が出てしまうんだ。本来は直腸温度を測って時間を割り出すんですけど、温度を測るものがないので、ほぼ私の直感で死亡推定時刻を割り出しました。つまり科学的根拠はないんだな。道具もなしに鑑識するのには限界がありますからね。うむ。何を話す？現場のこと。現場のことを教えてもらえるか？現場は見ての通り荒らされています。話によると遠山さんが本を探すために荒らしたんでしたね。部屋から紛失しているものは例の起床本だけです。確実に現場にあったと言えるものは特定できないため、他に何がなくなったのかは分かっていません。ただ、被害者の財布は残っており、中にはかなりの現金が入っていました。しかし身分証の類は入っていません。ふむ。被害者は追われる身だったからな。身分証を持っていないのもそのためかもしれない。他に現場に気になるものはあったか？そうですね。強いて言えば空っぽの木箱でしょうか。あくまで私の予想ですけど、この中に起床本が収められていたんじゃないでしょうか。ふむ。
その可能性もなきにしもあらず。といったところか。何を話す？張り込み中のこと。張り込み中に何か変わったことはなかったか？熊野さんのいびきがうるさかった以外は特に何もないですね。熊さん、寝てたのか。そうなんですよ。さすがに私が尾行に行ってる間は起きていたみたいですけどね。きっと三好に任せておけば大丈夫だと思って寝ていたんだろう。だといいんですけどね。何を話す？尾行時のこと。遠山さんの尾行時のことを教えてくれないか？さっき言った通りですよ。遠山さんはまっすぐコンビニに行ってずっと立ち読みしていました。雑誌を手に取ってレジに向かったかと思ったら、元あった場所に雑誌を戻してトイレに行ってましたね。5分ほどで戻ってきて、そのまま店を出てホテルに戻ってきました。なるほど。何を話す？気になったこと。何か事件のことで気になったことはないか？手配犯はあの尾行に気づかなかったんでしょうか？ふむ、どうかな。熊さんの尾行は気づかれていないだろうが、三好の尾行には気づいていたと思うぞ。あれは自信作だったんですけどね、電柱が。張り込みの際には絶対役立つと思ったんですよ。見た目はただの着ぐるみですけど、内部には冷暖房完備で夏でも冬でも快適な張り込みが実現できるという。しかし目立つからな。その点は改良の余地がありますね。何を話す？戻る。どこと話せんの？今聞くべきことは特にないな。特に喋んなくてもいいと。